シンシナティチリは地中海風のスパイスを用いたミートソースでアメリカ合衆国をハイし州シンシナティの名物料理。スパゲッティもしくはホットドッグにかけて用いられる。いずれの食べ方も1920年代にマケドニア系移民の料理店主によって生み出された。2013年にスミソニアン氏によってアメリカを象徴する20代料理に挙げられた。名前は チリコンカーンを連想させるが粘土、味付け、食べ方が異なる。士なティチリの食べ方は、ギリシャ風のパスタソースや一般的なチリドッグに近く、ボウルに盛り付けてそのまま食べることは、まずない。主材料は牛、ひき肉、水もしくはスープストック、トマトペースト、スパイス類で煮込んでスープ状にする。家庭料理では、無糖のダークチョコレートを入れることもある。 最も人気の注文法は3ウェイといいチリソースをかけたスパゲッティにジェダーチーズの細切りを乗せたものを刺す。さらに刻み玉ねぎや豆を追加することで4ウェイ、5ウェイとなっていく。オイスタークラッカーや甘口のホットソースとともに強されることが多い。新シシナティ近辺でこの料理を出す飲食店は多いが専門のチリパーラーで食べるのが一般的である。 チリパーラーはシンシナティ都市圏全体で個人店、チェーン店含めて250軒以上存在する。フランチャイズ店舗はオハイオ州全域、ケンタッキー、インディアナ、フロリダ、さらに中東にまで広がっている。シンシナティチリはこの地域で最も有名な郷土料理だと言える。シンシナティチリはマケドニア系移民の料理店主が客層を広げるために エスニック料理の枠を超えて生み出したものである。トムとジョンのキラジエフ兄弟はスラブ系マケドニア人でバルカン戦争と民族間対立や偏見を逃れるためフルピシュタの町から1921年に移民してきた。二人は隣接するバーレスク劇場から名を借りたエンプレスというホットドッグスタンドで伝統的な地中海風スパイスを使ったシチュをかけたホットドッグに コーニーと名付けて売り始めた。1922年のことだった。トム・キラジエフは、そのチリソースを伝統的なギリシャ料理に応用し、チリスパゲッティという料理を作り出した。元になった料理は、パスティッチョカムサカ、または、サルツキマだと推測されている。初めのレシピはスパゲッティをチリソースの中で煮込むものだったが、客の要望を聞いて、ソースをパスタの上にかける方式に変え、 さらに客の求めにより、チリスパゲッティとコニーの両者におろし、チーズをトッピングするようになった。キラジエフ兄弟は、注文を簡単にするために、口術のウェイ方式を考案した。それ以来、同じ方式が多くの飲食店で採用されていった。それらの店主の多くは、兄弟と同じギリシャやマケドニアからの移民で、エンプレスで働いてから独立して、チリパーラーを開いた人々だった。 劇場の隣に店を構えるところまで見習うことが多かった。シンシナティに展開するスカイラインチリの一店舗、ゴールドスターチリの店舗の内観。エンプレスはしばらくの間シンシナティ最大のチリパーラーチェーンだったが、従業員だったギリシャ系移民、ニコラス・ランブリニディスが設立したスカイラインチリが1949年に取って変わった。1965年、 ヨルダンからの移民であるダウド4兄弟がエンプレスの元従業員からハンバーガーヘブンという店を買い取った。兄弟は新種なティチリがハンバーガーよりもよく売れることに気づき店名をゴールドスターチリに変えた。2015年時点で最大のチェーンはスカイライン、ついでゴールドスターである。エンプレスは最盛期の十数件から二件にまで減少した。 これら3チェーンの他にも、ディキシーチリデリーなどの小チェーンや、名店とされるキャンプワシントンチリのような個人店も多い。主な個人店には、プレザントリッジチリ、ブルーアッシュチリ、パークチリパーラー、プライスヒルチリ、チリタイム、ブルージェイレストランがあり、フロリダ州オーランドにも新シ,シナティチリカンパニーがある。チリパーラーは総計で250件以上存在する。 ゴールドスターの創設者の一人ファヒド・ダウドは1985年にヨルダンに帰国しチリハウスという店を開いた。チリハウスは2020年時点でヨルダンの他にもイラン、イラク、リビア、オマーン、パレスチナ、トルコ、カタールに店舗を持っている。チリパーラーだけでなくこの地域の飲食店の多くが何らかの形で新種なティチリを提供している。 シンシナティ市で最も歴史の長いバー、アーノルズ・バーグリルはベジタリアン版、シンシー・レンテリーズを出しており、ウェイの注文方式も取り入れている。メルト・エクレティック・カフェはビーガンのサンウェイを提供している。2018年、シンシナティのバーテンダーが同市のレストランウィークのために、シンシナティチリのフレーバーを持つウイスキー・カクテルを作り出し、マンハッタン・スカイラインと名付けた。 新品ティチリの歴史は同時期に米国各地でおそらく独立に発展したコニーアイランドホットドッグと共通点が多い。各地のコニードッグは事実上すべて20世紀の最初の20年間にバルカン戦争を逃れて米国にやってきたギリシャ系もしくはマケドニア系によって作り出された。彼らが米国への入り口としたのはニューヨークのエリス島であり、その近くには ホットドッグ発祥の地でもあるコニーアイランドがあった。生の牛ひき肉を水もしくはスープストックの中でほぐし、トマトペーストと調味料を加えて、火にかけ、とろ火で数時間煮込んでサラッとした、ミートソースに仕上げる。多くのレシピでは冷蔵庫で一晩冷やして、味を馴染ませるとともに固まった油脂を取り除き、食べる前に再度火を通す。典型的には、ひき肉にポンドに水4カップ。 トマトペースト6オンスで8人前の分量になる。4ウェイ新シシナティチリの調理家庭水の中で牛ひき肉をほぐす。スパイス類とトマトペーストを加え、沸騰させて数時間煮込む。完成した新シシナティチリ。スパゲッティにチリソースをかけた2ウェイ。刻み玉ねぎをチリの上に乗せる。チーズの細切りをトッピングして4ウェイとなる。スカイラインチリの4ウェイ。 4つ目の材料は玉ねぎ、オイスタークラッカーをトッピングしてある。シンシナティチリを注文するときは、チリソース、スパゲッティ、細切りチェダーチーズ、刻み玉ねぎ、インゲン豆のように順序をつけ、上の前につける数によって何番目の材料まで入れるかを表す。選択肢は以下のようになる。スカイラインのチーズコニー、ホットドッグに、シンシナティチリ、マスタード、オニオン、 山盛りの細切りチーズをトッピングしたもの。一部のチリパーラーでは、インバーケットでの提供も行っている。チーズを一番手に敷いてよく、溶けるようにしたものである。スカイラインや、ゴールドスターなどのチェーンでは、4ウェイビーンという言葉を使わず、4ウェイを注文した客に玉ねぎか、インゲン豆のどちらかを選ばせて3ウェイの上に乗せる。ウェイ方式に別の材料を加える店もある。例えば、 ティキシチリには5ウェイに刻みニンニクを加えた6ウェイがある。新種ナティチリをホットドッグにかけたものはコニーと呼ばれ、コニーアイランドホットドッグのバリエーションの一つである。その上にチェダーチーズの細切りをトッピングするとチーズコニーとなる。標準的なコニーにはマスタードと刻み玉ねぎもかけられる。最も人気があるのは3ウェイとチーズコニーである。 チリをそのままボールに入れたプレーンチリを注文する客は稀である。通常メニューにプレーンチリを載せている店もほとんどない。シンシナティ・インクはやらしの食担当記者、ポリー・キャンベルはこう語っている。バカバカしい。スパゲッティソースをボールで注文しますかあなたがしようとしているのはそういうことですよ。ウェイがいくつであれ、シンシナティ・チリやコニーは 伝統的に朝出の楕円形ボールで提供される。オイスタークラッカーを添えるのが普通で、追加でかけるためにタバスコなど甘口のホットソースがテーブルに置いてあることも珍しくない。地元民はスパゲッティをフォークで巻いて口に運ぶことはせず、キャセロールを食べる時のようにフォークの側面で一口サイズに切る。チリという言葉はチリコンカーンを連想させるため、 シンシナティチリという名称はそれを知らない人に誤解を生じさせることがあるが実際にはかなり異なる料理である。シンシナティチリは地中海風のスパイスで味付けされたミートソースでありスパゲッティやホットドッグにかけて食べる。チリコンカンで一般的なようにボールで食べることはまずない。シンシナティ市民がこの料理を説明するときには本当はチリじゃなくてと始めるのが 一般的である。地元の新聞、雑誌の食担当記者、チャック・マーティンとドナコブレットも、チリではないとしている。シンシナティチリには必ずシナモン、オールスパイス、クローブ、クミン、ナツメグ、チリパウダーが使われている。家庭では、無糖のダークチョコレートを入れるレシピが多いが、シンシナティチリの本当の歴史の著者団ボラートによると、 シンシナティのチリパーラーでチリにチョコレートを入れているところはない。一般的なシンシナティチリは粘土がシチューよりスープに近く、野菜や切り身の肉は一切持ちいないが、発祥店のエンプレスなどでは大きめに砕いた海塩ペッパーの火費が入っている。味や粘土、食べ方はチリコンカーンよりギリシャのパスタソースやアメリカ各地で食べられている。 ミートソースがけホットドッグに近い。同様のホットドッグは、ロチスターやニューヨーク州北部、ロードアイランド州、ミシガン州で見られる。シンシナティチリは、地域の最も有名な郷土料理である。シンシナティ都市圏観光コンベンションビューローによると、地域住民の総計で、年間200万ポンド以上のシンシナティチリが消費されており、 さらにトッピングのチェダーチーズが85万ポンドに上る。2014年に業界全体の収益は2億5000万ドルだった。アンソニー・ボーディンは、シンシナティチリについて、アレクルートッピング、その皿に乗っているのはアメリカという物語なんだと述べている。国民的な料理評論家、スターン夫妻は、ブループレートスペシャル、安価な定食の専門家として、シンシナティチリは、 アメリカ料理の真髄の一つだと考えている。この国で最も独特な郷土料理の一つと書いている。ハフポストは愛すべき15の郷土料理の一つに挙げた。2000年、ジェームズ・ビアード財団はキャンプ・ワシントン・チリにクラシックスアワードを授与した。2013年、スミソニアン博物館が発行する雑誌は、新品ティチリを アメリカを象徴する20大食品の一つに挙げ、キャンプ・アシントン・チリを訪問するよう強く推薦した。ジョン・マッキン・タイヤは、ボルティモア・サンシで最も完璧なファーストフードと呼び、名称の問題について、1世紀ほど前に、この料理を発明したギリシャ人たちが、チリ以外の名前を付けてくれていれば、本質主義者たちも気にせず食べることができただろうにと、書いた。スリリストは、 新種なティチリをオハイオで食べるべきたった一つの食品とした。ウェブメディアのイーターはこの料理をアメリカで最も論争の的となるパスタ料理と呼んだ。よく知らない人がチリコンカーンと間違えて注文し、質の劣るチリとしてバカにすることは珍しくない。スポーツと文化に関するウェブサイトデッドスピンは2013年の記事で恐るべきゲルビントまで呼んだ。 シンシナティ郊外で生まれ育ったブルースミュージシャンのロニー・マックは1986年にリリースしたアルバムセカンドサイトでキャンプ・ワシントン・チリというギターインストゥルメンタル曲を発表した。カントリーデュオのビッグリッチが2005年に出したアルバムカミントゥ・ユアシティのタイトル曲はアメリカ各地を飛び回る内容だがシンシナティでは スカイラインチリに立ち寄ることになっている。2015年のアニメーション映画、アノマリサでは、無味感燥な社会関係や、社会的断絶の象徴として、偶話的に用いられている。同作の主人公は、出張先のシンシナティで行き合った人々と、単調な会話を交わす中で、地元の名物である、シンシナティチリを試すよう何度も、熱心に進められる。ありがとうございます。